ようございます、おはようございます。ヘルチャンネルサブの時間でございますですよ。サブだって言ってもですね、おかしな意味のサブじゃございませんですよ。そこはですね、しっかりと申し伝えておきますですよ。サブチャンネルのですね、略称がですね、サブなんですよ。そんなこと言いながらですね、今日はですね、何の話をするのかって言ったらですね、スーパーカブ乗ってるじゃないですか、 C125 で、テラスコピックサスペンションがくっついてるんですよ。そのスーパーカブはですね、フロントのですね、オーバーホールをしたらですね、えらい動きが滑らかになるよっていうお話をですね、やってみようと思いますので、皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。おじさんですね、以前ですね、JA10 っていうですね、中華カブっていうのにですね、乗っていたんですよ。あれね、テレスコピックサスペンションじゃないですか。でですね、どうにもこうにもですね、もうちょっとこれ滑らかに動かないかなっていうふうに思ってですね、フロントサスペンションをですね、オーバーホールしてみたんですよ。きっちりとですね、夢を測ってですね、やってみたんですよ。純正で組まれていた時の状態って言ったらですね、もう左右でバラバラなんですね。おい、どういう品質管理してんだよっていうふうなですね、そういう油の量が入っていたんですけど、それをですね、きちんとですね、マニュアル通りにですね、指定したオイル量にですね、入れ替えるだけでもですよ、随分とですね、滑らかになるんだなっていうふうにですね、思うんですよ。そうなんだ、 JA10 の時はですね、もう本当にこれ入ってないじゃんっていうぐらいのですね、量しかですね、入っていなかったわけなんですよ。ぶっちゃけ話言うんですけど、このスーパーカブ C125 っていうのもですね、乗り心地はですね、ガッチガチなんですよ。言っちゃったよ、君。言っちゃったよ。ねえ、それでですね、まあね、はっきり言ったらですね、フロントサスペンションの動きがですね、随分とですね、渋いなっていうふうには思ってるんですよ。それに拍車をかけてですね、キャストホイールでですね、なお乗り心地が悪いというところをですね、感じてるんですけど、フロントサスペンションのオーバーホールをしたらですね、随分とまたこれ違うんじゃないかなっていうふうにですね、思うんですよ。でもやってないんですよ。なんでかって言ったらですね、めんどくせえんだ、すっごい時間かかるし、すっごい力もいるしみたいな感じでございますので、いつかですね、このスーパーカブ C125 もですね、今度はですね、オートバイ屋さんに任せてみようかなみたいなですね、そういうこともですね、思ってるわけなんですよ。そうしたらですね、だいぶオーバーホールをしたらですね、乗り心地がですね、改善するんじゃなかろうかというふうにですね、小津さんは思っています。だいぶ前からね、思っていたんですけど、まだやってないわけなんだ。これまたぶっちゃけ話を言うとですね、鉄株の時代のですね、ボトムリンクサスペンションがあったじゃないですか。あっちの方がですね、やっぱりね、乗り心地は良かったなっていう風にですね、おじさん思うわけなんだ。まるでですね、本当にですね、古き良きベンツ、クラムに乗ってるんじゃなかろうかっていうくらいですね、乗り心地が良かったなっていう風にですね、思うんですよ。まあ、クラムは乗ったことあるんですけど、ベンツは言い過ぎた。ごめん、ベンツは乗ったことない。でもね、乗り心地で言ったらですね、やっぱりですね、現代のですね、このテレスコピックのスーパーカブっていうのはですね、ちょっとスポーティーだなっていう風にですね、思うんですよ。カチカチの足回りでですね、でボトムリンク式サスペンションって言ったらですね、マーク2クレスタチェイサークラウンみたいな感じでですね、うわこら乗り心地がいいな君っていう風にですね、そういうことをですね、思っていた記憶があります。またコーナーリングもですね、独特なですね、ボトムリンク式サスペンションのですね、独特なコーナーリングがですね、楽しかったなっていう風にですね、思うんですよ。でもね、やっぱりですね、時代の流れっていうものがございますので、テレスコピックに変わったからそれが悪いっていうことはですね、思っていないんですよ。それはですね、やっぱりですね、スーパーカブだって言ってもですね、時代の波にはですね、やっぱりいろいろ追いついていかないといけないんじゃないかな、うん、そういうふうに思ってるんだ。将来的にはですね、ひょっとするとですね、これがですね、全部電動バイクになってしまうかもしれないんですけど、そうなった時にはですね、スーパーカブのですね、電動バイクをですね、楽しんでみようかなっていうふうに思います。サスペンションの話じゃなくなってきたね、というわけでございまして、今日はですね、スーパーカブ C125 であるとかですね、そういうテレスコピックサスペンション系のですね、カブに乗られてる方はですね、プロでもいいですよ、カブプロでもいいですよ、一回ですね、オーバーホールね、フロントフォークしてみたらですね、随分動きが良くなるかもよっていうですね、保証はしませんよ。小津さんは一回 JA10 の時にですね、すげー激変したっていうお話をですね、させていただきまして、本日のヘルチャンネルサブチャンネルですよ、サブチャンネルをお届けいたしました。ではでは、おまけコーナーでございますですよ。さあ家に帰ろうかなっていうふうにですね、思ったんですけど、この先通行止めでございました。びっくりだよ。ではでは。